演劇に何ができるのか、劇団メメントシーの劇作家竹本歩美です。2回目となります。本日は演劇とケアマネと題しまして、お二人のゲストとともにトークをしたいと思います。それではご紹介いたします。ゲストの空音さんですね。はい。造形表現者として活動しながら、なんと現役のケアマネージャーをされているという、はいはい、空音さんは表現の方の活動名で、はい、そちらのお名前で呼ばせていただきますので、はい、よろしくお願いします。はい。そしてもう一方は俳優の日置和歌子さんです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速なんですけれども、今日置さん舞台のお稽古中ですね、はい、私の劇団の、はい、ケアマネージャーの役をさせているということで、ね、難しいですか？難しいです。じゃあ今日じっくりと空音さんにいろいろと質問をしたいと思ってますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。空音さんプロフィールですね、はい、すごいなと思うんですけれども、その表現の方は最初はお人形を作られたってことですかね、はい、でもう最初からっていうか、なんていうか一番最初高校時代何されてたんですか？高校時代も美術部にいたり、うん、演劇部にもちょっとだけいて、ケアマネなので、はい、演劇をされていた、はい、そしてものづくりが好きで、ちょっとプロフィール読ませていただきますけど、はい、幼少期からものづくりが好きで、洋裁編み物は独学、ピグマリオン人形教室、ドラートギャラリーの画塾等でスキルアップを図り、グループ展などに参加しながら今も制作を続けているということですね、はい、ちょっとですね、なんかそしてケアマネもされているということなんですけど、はい、手が器用というかそういう感じなんでしょうかね。そうです、手作業が好きな感じですね。へ、うん、私もこう書くのはですね、あ、こっちか、パソコンパチ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 やっていまして、昔はですね音大に行ってピアノをパチ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 叩いていたんですけど、あんまり変わってないですね、手作業的の種類とかしか。なんかそのちょっとなんてものづくりが好きだっていうこととケアマネをされてるってことに、なんかこうなんか共通点があるんじゃないかなっていう気が私は独断でするんですけれども、ちょっと作品を見てみたいと思いますけど、人形の写真お願いします。とっても素敵な人形ですね。これはどういう種類の人形になるんでしょうか？これは球体関節人形と言いまして、球体の球は玉の球ですね。玉ですね。関節部分が全て丸い球になってる感じなんで、だから稼働する人形ですね、はい、このなんかすごいカツラじゃなくて毛も綺麗だし、お洋服もとっても綺麗なんですけど、はい、どこからどこまで作ってるんでしょうか？全部作ってますね。素材は何？ラドールっていう石粉粘土、石粉粘土、石の粉の粘土、はい、入ったに粘土で、あと乾くと削れたりするんです、うん、髪の毛は？髪の毛は人毛のエクステーションみたいなのを買ってきて、それにパーマを当てたりとかして、身の状態にして貼り付けるんです。へ、はい、もう一つすいません、黒いドレスのお人形お願いします。こちらすっごいなんか怪しい、こう引き込まれるようなお人形なんですけど、ドレスがすごい素敵ですね。はい、これ大きさはどのくらいのお人形なんですか？大きさは45センチぐらいですかね、はい、ドレスもお作りになった？ドレスも、はい。めっちゃ細かいですね、うん、そうですね手で縫うんでしょうかね？手縫いとミシンと両方ですね。こういうことをされながら、はい、ケアマネをされている。そうですね。なんか最初に、はい、ご職業として美容師をされたってことなんですけど、はいはいはい、美容師をまず選んだのは、美大とかね、そういうのにちょっと行きたかったんですけれども、まあそんなにね、うち裕福ではなかったので、あと地方に住んでたので、なかなかちょっと難しくて、じゃあもう一番安上がりな
職業は何だろうかみたいな。でそれで手を使う、なんか手作業で一番まあやりやすいのが美容師かなって なんとなくあの、まあ、髪の毛もやっぱり触るのとか好きだったので、美容師さんに髪の毛触ってもらってすぐ眠くなりません？なりますよね。もう一瞬落ちですよね、眠くて。不思議なあのマジックハンドだなっていつも美容師さんって思うんですけど、そしてその後はケアワークをされたっていうことなんですか？そうですね、はい。最初はどんなところで？最初はあのなんかデイサービスのようなところに、まあ、家の近所にあったので、そこにちょっとバイトっていう形で行ったんですけど、その時あの全然全く無資格で、知識ゼロ、知識ゼロな状態で入ったので、なかなかこれはなんかちょっと怪我させるかもしれないとか思って、この状態で人に関わるのはちょっと申し訳ないなっていうところで一回やめて資格を取って、で一応最低限の知識は持った状態で施設職員になったんです。はい、そうやってスキルアップをされていて、そうですね、はいはい、今ケアマネージャーってことですか。そうですね、作品の方法もいろいろ変わってきますよね。すいません、あの人形トーク、あこの私これすごい好きなんですけど、はい、月の船に乗ってますよね、素敵な女神様のように、はいはい、ちょっと解説というか。そうですね、これ作った時はちょっとなんかいろいろ思うところというか迷ってるというか、どうしようかなみたいないろいろ考えてて、なんかちょっとどこかたどり着ければいいかなみたいな感じで、ちょっと船こいでどっかたどり着ければいいかなみたいな、なんかこう 旅をするというか、なんかそういうのが頭に浮かんだ時に、まあ、普通に船だとなんかなんだかなっていう感じがしたので、まあ、月の船に乗ってたらなんかファンタジーな感じがするかなみたいな、なんかこう、映画というかドラマというか、そういう、ね、ストーリーがそうもうついてきてますよね。なんかお話ができそうな感じのように。もう一つ次のですね、白いですね陶器っていうんですか、粘土のこのなんか女性の体がとっても素敵なんですけど、このなんか苦痛なのか悲しいのかどっちかなって思うんですけど、はい、左の女性の方、はいはい、女性の方はちょっとすごくあの戦争始まっあちこちで、ね、戦争始まってみんな死んだり子供がいなくなったりとかしてる、なんかそういうニュースを見てた時に、なんかちょっと希望のようなものが欲しいなって思いながら作って人形ですね。なんかこう本当はあの空洞の中にいろんな建物とか物とかが壊れたもの、瓦礫を入れたかったんですよ。ただまあとりあえずこれでいいかって思って、瓦礫を入れて、で手置いてるところお腹なんですけど、あれ中空洞なんですけど、妊婦をちょっとなんか子宮って感じしますね。想像して作ってるんです、で、まあ、こう瓦礫の中でいろんなこの困難があって、悲しいこともあって絶望もあるんだけれども、やっぱりそんな中でも赤ちゃんが生まれたりするニュースとかを見て、なんかこう人間のたくましさっていうか、こう諦めないこう何かっていうか、そういう、ものをちょっと考えながら作った人形ですね。あれはなんかひよくさん、なんかお話とか浮かんできます？なんか、なんかそうちょっと人形的な、なんか切ない何かを私は最初
最初に感じたのはそんな感じだったんですが、うん、なるほど、なんか、うん、で左の腕がないですね、ですよね。そうですね、あれはまあちょっと戦争とかで手を失ったりとかね、うん、何かこう傷つけられたものの象徴的な感じで、うん、ちょっともぎってみたんですけれども、もぎってみた、うん、反対にこちらはなんかとってもなんかファニーというか、うん、明るいのか絶望してるのかわからない顔してるんですよね。そうですね、あれはあの 王女と王様、あの王様、王女と王様、はいはい、で、うん、手が、そうなんですよ、あのちょっとこう女性がね、やっぱり基本的に世の中搾取されてるじゃないですか、うんうんうん、ね、地位が低かったりね、うんうんうん、そういう部分であのお腹の大きいあのカエルのようなものは、うんうん、まあ貪欲な人間とか、うんうん、まあ、男性とか、うん、ちょっと男性に怒られそうなんですけども、うん、まあ、ちょっと権力側とか、うん、あの、うん、立場が権利が強い側っていうか、うん、そういうもののこう貪欲さがお腹の中でちょっと表してて、で、フォークとスプーンで女性を食べようとしているという、うん、ね、で、まあ、それは女性の搾取をちょっと表現してたり、うん、あと彼がかぶってる王冠は本当は王女のもので、うん、他人の余興で相撲を取るというか、人の他人のなんていうんですかね、うん、利益を、手柄を自分のものにしてるやつというか、なんかそういう感じを、ちょっと結構ホラーですね。私の見方の浅さにですね、今愕然となったんですけど、ひろきさんとか私とかって割とテキスト、うん、あの字で、ね、はい、表現する、言葉で表現することが多いので、うん、一つのああいうなんかね、造形の中にいろんなものが詰まってるっていうのを見ると、なんか自分の浅はかさをすごい感じてしまうんですけど、いやー、そうなんですね。じゃ早速なんですけど、私たち最近演劇業界ではですね、介護とか、うん、認知症とか、そういった老い、高齢者であるとか老いっていうのを割と分かりやすいテーマにしてるお芝居がすごく増えたと思うんですけど、いかがですか？確かにそう、ね、そんな感じしますよね。自分もそうなんですけど、まさに今やってます。で、最近私が見たお芝居の中でとても面白いのがあって、介護がテーマだったんですけど、先入観という題だったんですね、うん、で、朗読三昧さんという劇団がやられてたんですけれども、そこのケースなんですけど、ちょっとケアマネさんがいるので、ちょっと相談を、お困り相談をしてみようかなと思って、はい、そこではですね、あの頑固なお父さんがいて、わがまま、好き嫌いが激しい、で、娘さんがすごく介護してるんですけども、その当事者のお父さんがですね、もうヘルパーさんをどんどんクビにしちゃう、これは嫌だ、あれは嫌だって言って、なかなか居つかないヘルパーさんが、で、最後にやってきた、最後というかある時やってきたヘルパーさんは、実はあの刑務所にいた方だった、その方が介護実習を受けてヘルパーさんになって生き直そうとしているところで、お父さんがそのヘルパーさん大好きになっちゃうんですね、うん、だけど娘さんとか世間の人たちがその人たちを認めようとしないっていうところのテーマなんですね。で、実際にも結構ヘルパーさんを追い返してしまう方っていうのはいるんじゃないかと思うんですけど、いかがですか？そうですね、いますね。いますね。追い返されたことあります？追い返され、私はあの追い返されたことはないんですけど、うん、追い返されてるシェルパーさんはいますね、いましたね。理由としては、うん、あの基本的に自分はもうヘルパーさんなんか必要ないって思って言ってるんですよ。介護なんか必要ないと。そうそうそう、だからなんで来るんだみたいな感じですよね。そもそもですね、うん、最初に介護認定を受けて介護サービスを受けるのには、うん、あ、そのヘルパーさんじゃなくてケアマネさんに、うん、あの何ですか、介護審査とケアプランを作ってもらうんですよね、うん、その手順で間違ってません？そうですね、あの、まあ、それはまあサービス始まる時なんですけれども、うん、まあ、
まあ、最初ね認定介護認定をし て、で認定で終わる人もいるんですよ。あ、なるほど。サービス使わない、使わない、一応出してみるみたいな感じで、 あなたは要介護1ですよって言われても介護使わない方がいる、サービスを使わない人もいます。うんうん、なるそれはご家族がとか、うん、大丈夫だから使おうかなって思って申請してみたけれども、うん、なんかまあいろいろ聞いてるうちに、うん、やっぱりいいわみたいな感じで使わない方もいますね。で追い返しちゃうタイプは、追い返しちゃうタイプは大体あの家族とご本人 の、はい、あの要望が違う場合ですね。家族は来てほしい、来てほしい、本人は来ていらない、いらない。なるほどね、うん、じゃあその間に立たされるヘルパーさんっていうことですよ ね、うん、大変ですねそれは、ただねサービスのこう調整するっていうか、あの必要かどうかっていうのは大体ご家族が決めることが多いので、うんうんうん、本人は分かってらっしゃらないですよ。なんでこんなところにヘルパーが来るんだ、そうなんですか、俺は頼んでないみたいな感じで何しに来るんだみたいな。そうですか、うん、散々ですね。そうなんですよね。なるほど、うん、もう一つのケースですね。今現在ですね、はい、ひろきさんが俳優としてケアマネ役をしながら直面しているケースなんですけれども、はい、そうですね、 あるご夫婦、うん、医者のご夫婦がいらっしゃいました、はい、どんな感じですか、で娘さんが介護、認定を希望されてるんですけど、まあ、ご夫婦実際に介護が必要なのは旦那さんの方なんですが、奥様の方がもう どちらも何というか必要ないって言っていて、でも娘はちゃんと介護を受けたいっていうところで、とってもまあ、私が今思うのはもともとお医者さんだっていうことが結構ネックなんだろうなって思う、医者のうちっていうことがネックだなと思ってるんですけど、まあ、演じてらっしゃる先輩の俳優さんたちみんなお優しいんですけど、芝居上では嫌われて嫌われてっていうのが、ケアマネ役やっててすごい嫌われて、ね、嫌われてるなっていうのをすごく感じるので、それがすごく辛いなと思ういや、もう本当に演技がリアルなのでとっても辛いなって思いながらお芝居、今演技は嫌いじゃないんですけど辛いな、ケアマネって大変だなと思いながらやっています、はい、なるほど。そのニーズの差、うん、当事者であるはずの人たちはいらないといい、うん、周りの家族は必要だという、うん、そういう場合は結局どんな感じになるんですかね、解決というか、うん、ニーズが全て の家族のニーズが全く一緒っていうことがありえないので、うんうん、基本的に、うんうん、本当に本人と奥様と息子さん娘さんと、うんうん、もう3人とも全然違うっていうことの方が割と多かったりするので、うんうんうん、基本的に、まあ、ニーズはそれぞれ、それぞれバラバラっていう、バラバラ、うん、立場が違えば、うん、もう言いたいことも違うし、そうですね、ということなんですね、うん、じゃあそれを間のコーディネートというか、それを取ってひたすらケアマネさんがどうしますかっていう感じなんですね。そうですね、それはもう本当にお試ししながらっていう感じですね。じゃあちょっとこれをまずこれやってみましょうとか、まずじゃあヘルパーさんが来るとかデイケアに行くとか、うんうん、本人はヘルパーさんいらないとかね、まあ、この、ね、方のケースのように、う本当にご夫婦はいらないっておっしゃってて、娘さんは必要だっていう方は結構いらっしゃって、うん、ご夫婦はご夫婦の今までのこの人生というかね、生活がありますので、その中でやっぱりね、それを崩したくないというか、なんかこう変化させたくないっていう気持ちが、やっぱり
あるのかなっていう。なるほどね、うん、娘にしたら安心が欲しいですよね、うん、そう、こう手が入って、ね、他人が見守ってくれてたら、うん、特に遠くに離れてたら思うんですけど、うん、まあ、ちょっと私のケースであれなんですけれども、うん、私も実家が静岡県なんですね。で、私一人っ子なもんですから、うん、まあ、川崎に住んでてこんな演劇をやったり音楽を教えたりしてるんですが、まあ、まあ、たまにというか帰ったりはしてますね。で、15年ぐらい前にドカンと脳内出血になりまして、うん、その時すごい大変だったんですよ、うん、やっぱり頻繁に帰ったりとか2週間丸々いたりとかして、あのちょうど子供が保育園の年長と年中だったので、うん、保育園2つ掛け持ち、田舎に席を置き、うん、であのすごい川崎の激戦区、うん、他つ激戦区に住んでたので、絶対にこの席は明け渡さないぞと言ってそこは、うん、あの死守して、田舎はいっぱいすぐ入れるので保育園も幼稚園もそこにいながらこう往復したっていう時期がありました。で、私が思うんですけど、意外とその一人暮らしっていうか、そのご本人のニーズがはっきりしてる方が意外とその介護のそのサービスとうまく合致すれば幸せに暮らせるんじゃないかな老後はと思ったんですけど、例えばですよね、こういう場合はどうなんでしょうかね。お一人暮らしで、あの足腰がとても弱ってきている、うん、で、あの近くに、まあ、親類はいるけれどもそれほど頼れないとなった場合に、うん、でも自分の家で暮らしたい、うん、でもどっか泊まり心配になったらショートステイとか、うん、泊まりに行きたいとか、うん、夜中に転んでしまったっていう場合は助けてと言ったら来てほしいっていうか、こういう場合には何かサービスあるんですか、それに合うような。そうですね、お一人暮らしの方が、うん、多分サービスいろいろ組み立てやすいと思うんです。組み立てやすいんですか、それなぜですか。やっぱりご本人が一人だから困ってるっていう、うん、まあ、単純な理由でもありますよね。ご家族がいるとやっぱりご本人ご家族に頼めばいいよっていうふうにやっぱり思ってしまうので、うんうん、息子がいるのになんでヘルパーが来るんだみたいな話になってしまうので、お一人で意思がはっきりしている方がサービスを利用しやすい、いろいろ組み立てやすいですね。夜例えば、ね、夜転倒したりするのが心配な方はね、夜呼んだら来てくれるヘルパーさんっていうのもあるんです。夜間対応の、そういうのはどういうサービスになるんですかね。その介護ステーションとか、その、うん、ケアマネさんがいらっしゃる、うん、在籍している訪問介護事業者とか、うん、施設とかにでお願いするってことですよね、プランを。まあ、ご自宅に住まわれてる方は、はい、ご自宅、うん、在宅なので在宅、はい、在宅サービスっていうものを受けるんですけれども、うん、訪問介護ですね、うん、訪問介護っていう部類になるんです、はい、うん、それでお昼に来てくれるヘルパーが滞在型のヘルパーとか言うんですけれども、うん、夜来てくれるヘルパーとか1日24時間ずっと巡回で来てくれるヘルパーとか、うん、そういうのは定期巡回のヘルパーとか、うん、夜来てくれるのは夜間対応のヘルパーとか、うん、コールで呼んだら来てくれない24時間対応のヘルパーとか、そんな方がいるんだ。いろいろ訪問介護っていうくくりの中にいろんなサービスがあるんです。なのでそれを組み合わせながら24時間生活するっていうのは可能ではあるんです、うん、へー、びっくりしませんか。すごい、すごいですね。じゃあなんだかそのニーズがはっきりしてれば、うんうん、とても幸せな老後が待ってるような気がするんですけど、うんうん、どうなんですかね。へえ、そうですね。緊急対応をしてもらうには何か特別にお金を払ったりするんですか。そうです、呼んだら来てくれるヘルパーさんっていうのが夜間対応のヘルパーさんなんですけれども、うん、はい、まあ、基本そのコール機っていうかね、はい、電話、小さい電話機みたいなの、はい、ああいうのを借りたりするのが、うん、まあ、月だいたい2000円ぐらい、はい、介護度の数字によってサービスは違いますよね、うん、そうですね、うんうん、例えば要介護2だったとしたらどんなサービスになるんですか。要介護2のサービスっ
ていうよりも、はい、要介護2ぐらいの程度の人がどういうサービスが必要だと思ってるかっていうことなので、介護2でももう本当に家族がいて家族の手伝いがいっぱいあるようなあの方であれば、本当に週1回デイサービス行くだけみたいな感じの方もいますし、家族が全然あの お手伝いしない方、家族とか、まあ、日中独居になってしまうとかいう方であれば、あの、まあ、ヘルパーさん入れたりデイサービスの回数を増やしたり、あの、まあ、いろいろなサービスを組み合わせて使うので、サービスの量は増えていくんですけれども、なのでそのご家族があのどの程度のサービスを望んでるかっていう部分になりますね。結構主体的にというか、そうですね、自分で決めなきゃいけないんですね。自分で決めるのが基本なんですけれども、うん、まあ、ただね、認知症の方とかはね、うん、自分で決められないので、うん、じゃあ例えばお一人暮らしで認知症の場合はどういうふうに決めていくんですか？お一人暮らしで認知症の方でもうやっぱりあの遠方でもご家族がいらっしゃれば、まあ、ご家族のお話も聞きつつ決めてはいくんですけれども、あの、まあ、ご家族がこの方をどういう感じで生活させていきたいかっていうところをまず聞くんです。でご本人に聞くと多分いやいや大丈夫って、多分認知症の方なので、はい、自分は認知症だと思ってらっしゃらないの で、ね、あのサービスが必要だとは自分が認識されてないので、当然あのいらない難しいですね。言いますので、難しいですね。毎回初めましてですし、私も行くと、毎回初めましてっていうか、どこから来たんですかみたいな、お前は誰だみたいな感じで何しに来たんだみたいな、はい、そうですか、ケアマネージャーですみたいな感じなんかすごいもう話してても当たりが柔らかくて、なんかこうなんかコミュニケーションのプロというか、そういう感じがします。そうですか、そうなんですね。なんか呆然となってしまうんですけど、大変なお仕事ですよね。参考になります大変ですよね。大変だと思います。大変だって言っててもしょうがないんですけれども、なんかそういうのってやっぱり介護が必要にならないと分かんないんですよね。自分の家族が関係するとか関係しない、自分自身がなるっていうのは、まあ、ちょっと時間があると思うんですけれども、親がこうなったっていうことにならない限り、状況にならない限り、私たちのような演劇をしているとなかなかあの社会のことも疎いものでございますので、分からないですよね。でもその割に演劇では人の人生を描いてるもんですから、こういうことなんだ、ああいうことなんだということを話し合いながらね、稽古場でもなんかそのケアマネージャーのシーンとか介護職のシーンとか練習したりしているんですけども、あのもう一つちょっとお聞きしたいなと思うんですけど、すごくヘルパーさんの人数が足りないっていうことを聞いたんですよ、とか、あの、まあ、知人のお母さんがヘルパーさんやってるんですけど、70代なんですけどすごい主戦力だとかっていう話を聞いたことがあるんですがそうです、ね、今ヘルパーさんの実態、年齢層とかどんな感じなんですかね。そうですね、ヘルパーさん平均70前後なんです。平均が、はい、平均が70前後、60代後半がだいたいメインの戦力みたいな感じになってますね。うちの母が今77なんですけど、70代前半までは、今働いてないですけど、までは、介護施設にアルバイトに行って食事作ったりしてたんですけど、それだけだとちょっとあの人手が足りないのでと言われて、押し物お世話とかもしてたって言ってたので、まさにそこに母はいたようです。なるほどね。じゃあ、 あの在宅で介護あのサービスを利用している方のところに来るのはかなりこうかなり先輩な方たちがヘルパーをされているということなんですね。そうですね。でヘルパーの数も今足りないということをよくニュースで聞くんですけども、なぜそういうことになってしまったんでしょうね。そうですね、高齢化と、
これかもありますでしょうし、はい、あとヘルパーで生計が立てられない、あの 不要で不要なんとかやれるみたいな、はい、あのパートで、はい、なのであの正社員でヘルパーさんはどこも多分取ってない、うん、基本的に取ってないし、うん、あとあの給与形態とかもヘルパーさんっていうのは活動その例えばこの時間、うん、お客様のご自宅に行ってる時間プラスそこに行くまでの交通費ぐらいしか出ないので、うんうんうん、あの移動してる時間例えばそこからそこまで30分時間がかかる、うんうん、その時間の時給が発生しないんですよ、うん、なのでそこにお客様のご自宅に行った時間と交通費がしか出ないのでちょっと効率が悪いんです、うん、それってなかなか知らないと思うんですけど、うん、すごいことですよね。そうね、だってあの、うん、最初に午前中に行って、うん、例えばその間3時間空くとか、うんうん、移動とかで結局1日の間に 2時間ぐらい移動してるとかってあるかも、うんうんうん、ざらにあると思うんですけど、うん、そういう場合には、うん、そこが時給は発生しない、うん、発生しないんですよ。恐ろしいことですねなのであのちょっとしっかり働きたいなっていう人は、うん、やっぱりもう施設に、うん、施設高齢者施設での職員になる、ね、で在宅のヘルパーさんがどんどん減っていく、うんうんうん、で不要の範囲で働ける、うん、割とこうリタイアした感じの、そうですね、だから年齢層がやっぱり、はい、圧倒的に女性ですよね。ってそうですね、在宅のヘルパーさん、うん、最近はちょっとね男性も増えて、あそうですか、あのリタイアした男性が新たにヘルパーの免許を取ってやり始めるみたいな感じの方も、まあ、少数ですけど、うん、増えてますね。そうですか、うん、なんかそのヘルパーさんがいなくなると、うん、在宅で自分の人生をこのまま、ね、これになって、うん、不自由になってもここで過ごしたりとかしたいっていう方は希望が叶わなくなりますよね。そうですね、なかなかね、ちょっとなかなかシーンって感じですよねいなくなってしまう。そうですね、全然ヘルパーさんいなくなったら本当にどうするのかなってなんか一言のようですけども思いますね。あ、そうですか、うん、なんか私昔山崎陽子先生が書いたヘルパーさんの一人ミュージカルっていうのを見たんですね、うんうんうん、であの宝塚の元宝塚の方、うん、素敵な女優さんが一人で歌ってて、うん、とヘルパーさんが自転車にこうやって乗っかってていつも見に行くか、うん、ところにいてこう希望を与えたり励ましたりとかそこのご家族にこう慰めたりしてるって、うん、とってもすごい素敵なミュージカルがあったんですよ。でもそのね見ながらやっぱそのヘルパーさんが自転車に乗ってる時に私はこう希望とかその、うん、仕事の誇りみたいなことを歌ってて素敵だなと思ったんですよね、うん、でお一人お一人すごいスキルというかあの家事労働だと言うけれど、うん、そうじゃなくて、うん、全然知らない他人様のところに行って、うん、そこのうちのなんていうか しきたりっていうか、うん、普通のこ う, こうなんですっていう、うん、いろいろ違うと思うんですけど、うん、それを覚え、その人の食事も作るんですよ ね、うん、そうですね、好みも覚え、うん、今このくらい柔らかくなったりとかって、うん、めっちゃマルチタスクじゃないですか、うん、すごいと思うんですよ。私家事できないんですごいなと思うんですけど、うんうん、すごいなと思うんですけど、あの例えばそのお宅の方のヒストリーみたいなこともやっぱり理解したりとか、うん、人となりとかも理解 しなきゃできませんよね。そうですね、それはやっぱりすごい必要ですね、うん、ケアマネさんもプラン作る時にはいろいろ聞き取りをされますよね、うん、そうですね、あのケアマネは本当にね掘り掘り聞きますねはい、どこで働いてたとか小さい頃どこで住んでたのとか、うん、趣味は何かとか、はい、だからやっぱり最初からそれを聞こうとすると、うん、なんでお前にそんなこと言わなきゃいけないんだみたいな話にあのなってしまうので、個人情報だとかいう、うん、ね、やっぱりそういうのでね、うんうん、ちょっと抵抗がやっぱり皆さんありますので、最初はもうさらっと行って何回か訪問していく間に、うんうん、じわじわちょっと じわじわ気出していくっていうことが
ほとんどですね。生育歴とか生活歴とかっていう人生を聞くんですけど、どうして必要なんでしょうか。そうです、まあ、支援する中でやっぱりその性格で人となりが分かれば、うん、ね、認知症なんか特にそうなんですけれども、その人がどういう人生を生きてこられたかっていうこととか、あとどういう仕事をされてたかとかが分かると、うん、認知症のその周辺症状っていうんですかね、不穏になる状態、うん、それぞれ本当に様々なので、うん、その解決策がそこに割と見出せるんです。不安症状を、うんうん、薬じゃなくて、うん、その対人的なこう、そう、ね、関係で沈めて、うんうんうん、ニコニコしたいい感じの認知症になるためには、そうですね、過去が大きな、過去が大きなキーとなる感じですね。なるほどね。なんかうちの父は認知症ではないんですけど、脳内出血なんですね。それで食欲のストップが効かないんですよ。それはどこが効かないのかなっていろいろ考えてるんですけど、うちの母に言わせると戦争中だったので、ひもじいということに関して異常なこだわりっていうか、ひもじいさんが一番怖いって言うんですよ。お腹がすくことが一番恐怖なんですって。だからそこに執着してるんだとかって母は解説してたんですけど、なんかその今だと例えば80歳、うん、90歳の方で認知症になられたっていうと、ちょうど戦争中ですよね。そうですね、なんかすごいドラマが描けそうですね。そういう仕事じゃないって感じですけど書いてください。そうですね。いやなんか認知症の家族が認知症になった場合に、うんうん、そのすぐ近い肉親の方ほど悲しまれるというか、うん、こんなお母さんじゃなかったのにとか、うん、こんなはずじゃなかったのにとかってすごくより悲しむことによって、こう日常的にこう摩擦が激しくなるってことはありますよね。そうですね。なんかあれが一番病気よりも大変というか悲劇だなと思うことがあるんですけど、そういうケースはたくさんありますかね。そうですね、認知症の方って一番身近な人に一番当たりが強いことがどこでもそうなんですか、ね、多いので、やっぱりそこが慣れ親しんだ何かしらがあるのかなとは思うんですけれども、だからなおさら辛いって、ね、ご家族はね、一番こう関わって親しくて、関わりがね、密接だった人ですからね、その人からこう攻撃される、あなたはみたいな感じでね、まさに、まさに今やってる作品からもそれを私は感じてますけど、なるほど。そうなった場合にどういう解決法が選択肢というかあるんでしょうか。そうですね、なかなか難しいんですけれども、まあその状態、その、ご本人のね、状態によって本当にもう その都度対応っていう感じにやっぱりなっていく、その、ね、不穏になってる方も、こうずっと毎日不穏かっていったら別にそういうわけでもなかったりするわけなので、不穏な時にはどう対処するかっていうのをちょっとそこで一緒に考えてみたり、どこら辺の時に不穏になりやすいのかっていうのを、ちょっとご家族の人に観察していただいたり、そんな余裕もないのかもしれないんですけれども、そういえばこういう時にこういうことになるわねみたいなお話が聞けると、じゃあその時にこういうふうにしましょうかとか、こういう状態になったらちょっとショートステイでも入れましょうかとか、その都度状況によって対応していったりしますね。なんかすごく辛抱強いお仕事ですよね。そう
ですね。ちょっとすみません、すみません、絵の写真があるんですけど、素敵な女性の絵の写真をちょっとお願いします。これすごい素敵だなと思って、はい、これ人魚姫みたいですよね、はい、うん、なんかね、このスラウトさんが、はい、まあ、患者さんというか、うん、その非介護者の方をこう見たりとか、うん、ご家族を見てる眼差しっていうのと、この絵を描いたりとか物を作ったりする時の眼差しっていうのがやっぱ優しいなと思うんですけど、これを描かれた時はどんな感じなんですか？これはそうですね、うん、まあ そんなにあの何かを考えて描いたっていう感じではないんですけれども、うん、あの画材があの岩絵の具というか日本画の画材なので、ちょっとそれをまあ試してみたくていろいろやってみたっていう感じなんですけれども、まあ人魚なので、まあ人魚姫の童話はね、あの泡となって消えてしまう、悲しいですよね、わけじゃないですか。なんかそれが結構好きだったりするんです。なんかこうあの強欲に自分の欲を満たさず他人の幸せを見守りながら消えていくみたいな、いや、そんな他人の幸せを見守りながら消えていくケアマネじゃないですよね。いや、なんかね、どっちかというとね、そのそっち側の人でありたいなみたいなね、うん、なんかね、なるほどね、そういうのは、まあでも実際はね、うん、強欲だったりしますけれども、理想は、ね、理想はね、ひよくさんはなんかこう介護に関して何かお困りごととかありますか？はい、父の介護度がこの間の再審査で一つランクが下がったそうなので、はい、週に2回行ってた、デイサービスが1回に減らされてしまって、2回行きたいなら有料だよって言われてしまって、それな、父にとってはその運動することよりもそこのスタッフの皆さんとコミュニケーションを取るのが最高に楽しい時間だったので、なんとか有料で行かせてあげられないかなって母と話してたんですけど、ちょっと厳しいねってなって今週1なんですよね。なんで、でも母は再審査、次の再審査まで何年あるからそれまで我慢しなきゃいけないって言ってたんですけど、うん、そうじゃないんですよね、最新。そうですね、うん、その認定 の、うん、あの有効期間っていうのが一応認定するごとに、うん、2年とか3年とか出るんですけれども、うん、区分変更って言って、うん、その、まあ、異議申し立てですよね、うん、この介護度は納得しないっていう、うん、方もやっぱりいらっしゃるので、うん、そういう方は、まあ、次の月とか月、まあ、その次の月とか、うん、まあ、月を別の月で何度でもトライしていいということですなるほど、まあ、却下される場合もあるとは思うんですけれども、まあ、区分変更をかけるのは、うん、自由ですもんね、まあ、自由というか権利ですので、うん、そうですよね、はい、急にお悪くなる方だってもちろんいますもんね、うん、諦めてはいけないという感じですかね。そうだと思いました、うん、でうちの場合は結局父はそこに行きたいわけだし、うん、母も行かせたいし私も行かせたいので、うん、一致してるんですよね、うん、意見は、うん、なのでちょっと今までのお話を伺うと、うん、ちょっとありなのかなと、うん、ちょっと希望を持ちました、うん、認めよう、はい、さらば与えられるという感じで、そうですね、うん、そうですね、うん、なるほどね。なんかその今その介護をする方もされる方もいろんな事情が逼迫してきてると思うんですけど、うんうんうん、あと介護離職っていうのもありますよね、うん、私なんかはなんかまあ自由業なんで、うん、じゃあお前働いてんのかとか言われると、うん、微妙なところがあるんですけれども、離職せざるを得なくなっちゃう人、うん、特に例えば独身で80、50問題的な感じで、うんうんうん、親がこうとても不自由になってしまうとか認知症になってしまって、うん、50代とかもうすぐちょっと
と言ったら定年かもしれないんだけれども、うん、普通にサラリーマンされてる方が離職してしまって、うん、そこの親の介護を見てしまうっていうケースで、うん、離職はするわ、うん、そのうちでまあ離れてたので、うん、それまで離れてたんだけど介護をするようになってかなり人間関係が悪くなってみたいな話もよく聞くんですけど、うん、そういったところでなんか現場でご覧になってますか？そうですね、あの介護離職なんかちょっと以前なんか何年か前とかはあの聞いたあのそういう方もいらっしゃったんですけれども、うん、やっぱりそれはあの介護離職させないようにしようっていう、うん、あの方向で、うん、最近はあんまり聞かないですけども、うん、あのまあ10年前とかね、うん、なんかまだそういう意識がちょっと低い時は、うん、やっぱりちょっとあの誰にも頼れず頼れずっていうか、うん、あの頼るところが分からなくて、うん、結局なんか自分が面倒見なきゃいけないのかなっていう気持ちになってもあの辞めてしまったっていう感じの方はあのだいぶ昔には結構多くいたみたいですけどね。で、うん、それで自分の仕事辞めて介護を始めたとしても、うん、介護が限界になってしまうってこともありますよね。そうですね、やっぱりあの素人さんなので、うん、そこはねもうすぐにいっぱいいっぱいになってしまうのでねすぐにいっぱいいっぱいになって、はい、もうネグレクト反ネグレクト状態になって、うん、自分ももう引きこもり状態になって、うん、介護していたのに介護していた人が引きこもりになってしまう、うん、そうですね。なのでちょっとそんな感じであのゴミ屋敷状態の中に要介護の母親と引き込みの息子みたいなでちょっとそれが問題になって役所にあの通報が行ってそこからこっちに来るみたいなのも昔はありました。そうですか、行ったらもう本当にあのうつ高くゴミ屋敷のような。ケヤマネさんそんなこともするんですね。ドアが開かないみたいな。そうなんで踏み込むんですね。そうですね。でもあの最初のサービスというか最初がもうあの契約とかプランとかそういう話じゃなくて、うん、掃除掃除なんかそこから始まるみたいな。掃除から始まる、うん、ゴミ屋敷のゴミ屋敷の掃除から始まるみたいなことありますね。びっくり。それでその例えば、うん、その引きこもっちゃってる人とかはどうなるんですか？うん、それはもうあのうん、そこもちょっと問題の一つなんですけれども、うんうん、こうケアマネージャーって高齢者の支援とか、うんうん、まあ、障害の方もそうなんですけれども、うんうん、あの介護認定をされた方の支援なので、うん、息子さんの支援は基本的にできないんです、うんうん、支援が必要な息子さんがいるんだけれども、うん、息子さんの支援はできないので、うん、ちょっとそこはあの区役所とかね、うん、そういうところとちょっとチームを組んで、うん、連携してあの、まあ、世帯分離をさせるとか。あ、世帯分離というのは、うん、その親とその介護している子は別れてもらう。そうですね、あのあまりにもちょっと状態が 悪い状態になっていたり、あと経済的に困窮してたりすると、うん、もう母親の方を生活保護に切り替えて、うん、息子さんの方は別 の支援所みたいなところにとりあえず住まわせて、うんうん、そこであの生活を整えて就職先も探してみたいな、うんうん、こうあの並行して支援をちょっとやっていくっていう感じになりますね。それはすごいですね、うんうん、なんか視察仕事人というか、うん、あのちょっと想像を超えた世界がありますね、うん、でも実際にあの仕事を辞められちゃって、うん、あの親の年金しか収入がなくなっちゃうって場合もありますよね、うん、貯金も切り崩しちゃってしまって、そうそう、最初は大丈夫かと思っていたら、うん、もっともっと大変でっていうこと、うん、さっきあの素人なのでっていうことなんですけど、うん、介護ってやっぱスキルがいりますよね。そうですね、うん、あの
そのトイレの介助にしても、うん、そのあのお風呂に入るとかそういうことにしても、うん、やっぱりその簡単っていうの、うん、スキルがあればできることも、うん、普通にやろうと思ってもやっぱり大変だってことはありますよね、うん、そうですね。なんかそうなってくるとやっぱりすごくスペシャリストっていうことに思うんですけど、うん、最近ちょっと聞いたんですけど、なんと介護のその介護の法案が改悪されようとしているという噂というか、この前11月21日に衆議院第二会、衆議院第二会館で介護保険は崖っぷちというなんか集会があって、そのズームを見たんですけど、それを見て超私はビビってしまったんですね。というのは今1割負担が2割負担になるかもしれないということで、うちなんかすごいあの介護と、まあ、要介護さんなんですけど、びっくりっていう感じなんですけど、しかも聞いた時に一番怖かったのはケアマネのプラン料が有料化されるかもしれないとか言って、今ってケアマネさんにプランを作ってもらうのは、まあ、ただというかあれじゃないですか、そうですね、あの全部 100% ね、無料ですよね、税金ですよね、こちらが負担することはなくて、いろんなこっち の, あのケアマネージャーさんが合わないと思ったら他に変えるってこともできますよね、なんかそういうことはあまり自由度が効かなくなってしまうのかとか、法が解約されてしまったらっていうことなんですけど、なんとなくそのさっきのヘルパーさんの待遇が悪いっていうことと合わせて、ケアマネさんもなんかそうなってくるとケアマネさんどうなるんだろうなとか、その介護保険ってこの先聞く自分が介護を受けられるのかとか自分の親を見とれきれるのだろうかとか、どんどん不安になってくるんですけど、ちょっと現状の見通しというか、そういった法律が変わってしまったとしたら、どんな感じになってくるんでしょうね。そうですね、今回あのケアマネージャーの処遇をもうちょっと良くしようっていう、あのケアマネージャーが不足してるんです。あのなり手がない、まあ、なり手がない理由が、あの介護士さんよりスキルアップしてケアマネとかね、あのなるんですけれども、給与は下がるんです。えあの介護職員より、介護職員をね、やってて勉強してケアマネージャーの資格を取ってケアマネージャーになったら給料が下がる。へえ。あの処遇改善っていう、なんかよく多分あの、聞かれる名前かなと思うんですけれども、あの別給与と別で、あの国から処遇、あのその職種の、あの処遇を改善するっていう形でちょっと手当が出るんです、でそれがあの現場職員にしか出ないんです、だから現場の介護職員、デイサービスとかの現場の職員、看護師、あのなんかそういうあの現場で働く人たち、直接あのご利用者様の支援をする人たちにはつくんですけれども、あのケアマネージャーとか社会福祉士とかそういう相談支援側の人間には処遇改善ゼロなんです。びっくりびっくりだ。なので給与下がるんです。だったら介護職そのまましてるよっていう、特にもう男性なんかの場合はまだまだね、あの一家を背負うっていう価値観がね、世の中は強いので、これじゃあ一家を背負えないみたいな感じになってくるので、もうケアマネージャーの資格を取っても介護職やってるみたいな人は多いですね。そうなんですか、ちょっとクラクラしてくるんですけど、芸は身を滅ぼすってやつですけどね。そうですね、あの逆転現象ですね。そうなんですか、ひどい話ですね。ひどい話ですね。だからやっぱりあのなる手が少なくなるっていうので、まあ、ケアマネージャーにも少し処遇改善をつけようではないかみたいな、なんか話もあるんですけれども、じゃあその代わりに担当人数の上限を上げようとか、
今45人なんですけど、それを50人にあげようとか、1人担当する人が45人だったのを50人に増やす、はい、うん、50人に増やすって、あのこう、あのそれを超えてもあの担当はできるんですけれども、はい、あの1人当たりの、まあ、簡単に言えばあの単価が下がるっていう、あそうですよね、あの減産っていう形になってしまうので、あのそれ55人取ったら5人あのその減産になってしまうので、うん、まあ、それでも人数が増えれば事業所としては売上にはなるわけじゃないですか、うんうん、でも何が上がって、だから労働時間が伸びるってことですか、そのうん、負担が増えるってことですよね。負担が増えますね多分、うん、あの上限が上がるっていうことは事業所的には上限が上がるんだからその上限ギリギリまでケアマネに利用者担当させようって思うわけじゃないですか、はいはいはい、でなおかつあの今支援の方って2人で1人換算なんですよ、はい、0.5 換算っていうか、はい、だから要支援の人は、要支援1、2の介護の人は1人、うん、1人だけど、うん、要支援っていう軽めの人は軽めの人は2人で1人持ってるっていう風な換算になるので、じゃあ最悪100人ですか、なってるので、はいはい、それを3人で1人にしようっていう、今回3人で1人にしようっていう案なんです。3人で要支援の方は3人で1人分、うん、そうですね、ということは50人が前は100人だったのがかける3で150人ですか、最悪だから可能性としてマックス、うん、担当者数が増えるんです、うん、過労死じゃないですか、だから多分あの事業所ちょっとブラックな事業所さんはどんどん利用者担当しろみたいな感じに、だって3人で1人だから8人持つんだとか言ったらね、8×3 ですから、うん、ちょっとなんか今頭の計算機が故障しそうです、うん、だからそうなると、はい、やっぱりこうケアマネの負担がどんどん増えていくと、うん、そしたらどんどんケアマネ減るよね、さらに減るよねみたいな、ね、だから処遇改善をつけて引き止めようって、うん、三段ではなかろうかと思うんですけど、ただそれが止まるのかそれが可能なのかっていう、3人で1人だからといって今までと同じケース持てない、現実もう不可能じゃないですか、うん、そうですね、今なんか保育園の先生が、うん、例えば0歳児は2人とか3人で1人とかっていうのを5人ぐらいぶら下げてるような絵が浮かんできちゃうんですけど、うんうんうん、そんな感じですよね。そうですね。でなぜ給料は上がらないんですか、国は上げてくれようとしないんですかね。なんででしょう ね、 ね、このすごくいろんなことをしなくちゃいけない専門性が高いはずの職業のケアマネさん、うんうん、給料を上げない理由は、底上げをしてくれない理由は、まあ、なんでなんでしょうね。そうですよね。そこあのね、普通に聞くと、うん、財源がないからって、財源がない、当然なんかそういうふうに言われるんでしょうけど、本当にないのか、ちょっとそこは定かではないですけど、ルパン三世になってね、ちょっと金庫に入ってみないとわからないですよね。消費税上がってる、なのでその財源がないから、うんうん、じゃあそこの財源をどっから持ってこようかって言ったら、じゃあ2割負担でみたいな、あ介護保険は2割負担にして、なんかその中でこう回そうとしてるんですね。なんかそんな感じじゃないのかなっていうふうには思うんですけれども、なんでなんかちょ本当にわからないんですけど、うん、やっぱ人間って大切だよね、だよね、でみんなこうまあ全員死ぬんですけど、最終的には人間生きてる、生きてても生物ですから、だけどやっぱり幸せにこう生きたいですよね、そのためにそれがあったはずなのに、今なんかとてもなんかすごいブラックな感じに聞こえてきて、さっきからちょっと暗い話になってしまったんですけれどもね、えなんかそのまあ、関係ない人は一生関係ないかもしれないですよね、うん、その介護保険とか ね、 そ、 ね、まあ、それはごく少数のハッピーな人ですね、うん、少数な、うん、だけどいや絶対あのその介護保険にお世話になる人の方がマジョリティだと思うんですよ、うん、
決してマイノリティではないと思うんですけど、うん、その介護とかのサービスを運営したり提供している人はなぜかマイノリティに見えてくるんですけど、うん、そんな感じしませんか？そうですね、サービスを支えている人はマイノリティ、受けている人はマジョリティ、うん、でマイノリティって言い方がちょっとあれですけど、その人たちがこう立ち行かなくなったら、そのマジョリティである介護制度を利用している、うん、ほとんどの国民の人は困りますよね、うん、だけどこんなことになっちゃうんですね、うん、なんかあの本当になんかその漫画とかその漫画じゃないんだけど、うん、恐ろしいことが起こっていく感じがしますよね、うん、へえ、なんかどう、まあ、これに答えがちょっと暗くなってきて、暗くなってきてちょっと明るくしたいんですけれどもでもなんかすごくあの、うん、これ生きがい搾取になっちゃうんですね。生きがいを持って、うん、でもケアマネをされているスラオットさん素敵ですねって言って生きがい搾取ですよね。この偽善的なセリフが出てくるんですけど、うん、現場の方はどんな風に語られていますか？そうですね、まあ、現場のケアマネージャーはもう本当に普段何を考えてるっていうよりももうあの毎日の仕事に追われてますので、そういうことをちょっとゆっくり考える暇があまりないっていうのが現実ではありますね。なるほど、この放送をですね、うん、何人が見るかはちょっと未知数なんですけれども、うん、あのまだ介護保険にお世話になってない方も、うん、でも40歳以上の方も一応点滴で払ってますけど、うんうんうん、いつ自分たち その10年後とかを考えてみたらやっぱりちょっと人事じゃないと思うんですよね。なんかあのそうですね、あの舞台でケアマネ役をする日置さんとしても何か言い残したことはないですか？すごい、うん、いや、うん、そうですね、いや、あのこんないいこと言うとすごいあれなんですけど、今喋ってるセリフと重なる部分がとってもあったので、はいはい、すごい取材されたんだなと思いましたこんな失礼かな逆にでもなんかそれをちょっと何がどうっていうよりもこう会話をしてお人柄を知ることができたことで、なんかセリフをより自信を持って言えそうだなっていう気持ちにもちょっとなりましたごめんなさい演劇の話した、はい、と思いました。やっぱり、はい、あのプロフェッショナルの方の、ね、語る言葉っていうのは本当にいろいろこうそのはって納得しますよね。相槌一つ聞いていてもああ話したくなるなっていうのもありましたし、そうですね、はい、勉強になりました。人間の観察がとても深いなというのを今日はとても感じたんですけれども、まあ芝をやるだけじゃなく、まあ社会に関心を持ちつつ、そうですね、介護が良くなるような世界になったらいいなと思って頑張りましょう。はい、頑張りましょう。はい、ここですいません。それでは番組の方の宣伝で恐縮なんですけれども、今回アルツハイマー病をテーマにした私の心にそっと触れてでは、なんと舞台手話通訳の方に手話をお願いするんですね、はい、本番 で、はい、で今も稽古場に来ていただいて今日もねまさに稽古に来ていただいて通し稽古を見ながらその手話に翻訳するという作業があって、うん、それを考えながら通訳 の、 あのアクセシビリティ協会の田中由香さんがいらっしゃってくれて、うん、あの稽古を見たんですけども、ちょっとインタビューをしましたのでそちらの映像をご覧ください。今回のメメントシー公演私の心にそっと触れてではメメントシー史上初舞台手話通訳に挑戦いたします。今日は舞台手話通訳の田中さんに稽古場に来ていただきました。田中さん、こんにちは。こんにちは。自己紹介お願いします。はい、NPO 法人シアターアクセシビリティネットワーク舞台手話通訳チーム所属の田中由香と言います。よろしくお願いします。早速ですが田中さん、舞台手話通訳を始められたきっかけについて教えてください。はい、私自身もともと舞台に立ちたくて演劇の勉強をしていました。
でですね、演劇の学校に通っている時にたまたま同級生の中にあの耳の聞こえない聾者の同級生がいまして、彼女と出会ったことをきっかけに舞台手話通訳をの道に進むことになったんですが、その彼女と出会ったことでまず手話を勉強し始めました。手話って面白いな、魅力的だなと思ううちにどんどん手話に惹かれていきまして、で手話と舞台どちらも大好きになってしまったんですね。でそれをきっかけにこう舞台手話 どうしたらこの2つをちょっと欲張りな性格なので、どうしたらこの2つを仕事にできるかなって思っていた時に舞台手話通訳という仕事に出会って、そこからこの道をに進んでおります。ありがとうございます。田中さんが舞台手話通訳をしてくださるのは12月16日の18時からの公演です。そしてもう一人手話通訳の方いらっしゃいますよね。はい、同じチームに所属している、高田美香さんと2人で担当させていただきます。2時間以上の舞台ですので大変だと思うんですが、一番伝えたいことは何でしょうか。はい、一番大切に伝えたいことは、作品そして出演者の方の魅力、この作品の良さを一番に伝えたいと思っています。はい、なので私もこう引きすぎず、ただ出すぎず、こうバランスをうまく取りながら作品の良さを伝えていけるような舞台手話通訳をしたいと思っております。ありがとうございました。では本番よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。というインタビューを今日撮らせていただいたんですけど、なんていうか職業的なスキルっていうことをすごいなんか感じたんですよね。で、手話もものすごく大変じゃないですか。でも俳優という特性を生かしながら活動されてるんですけど、なんとですねお二人で担当するんですけど、一幕の全ての人のセリフをほぼ暗記するそうなんです。そしてそれを翻訳した手話も覚えて、俳優の方が例えばね、こんにちは、なんとか喋り出した瞬間にも手話を同時通訳より早いですよね。ほとんど俳優さんが喋るタイミングで手話をして喋り切った、喋り終わった時には終わってるっていうふうにおっしゃってた通りに、やっぱり全てのセリフを覚えないとできないらしいんですよ。なんか恐ろしい、すごいスキルだなと思って、ね、でなんか最近手話通訳にもとても光が当たったり、いろんな劇場で手話通訳入られてると思うんですけど、なんていうかもう少しこう一般的にどんなところでもできるようななんか環境になったらいいなと思うんですね。やっぱりクラブ活動じゃなくて専門性のあるスキルを生かしていただくことには、やっぱりそれに対する対価っていうのがちゃんときちんと発生しないとできないことです。今回は文化庁の支援ということを女性を受けることができたので、その舞台手話通訳さんのアクセシビリティ協会さんが私たちの講演でそれをやってくれるということなんですね。いや、なんかその、まあ、ケアマネさんのお話、介護サービスのお話、私たちは演劇っていうところなんですけど、それぞれのスキルを生かして、それをまあちゃんと誇りを持って社会にこう訴えかけて、それで仕事をして食べていけるっていう世界がちゃんと社会、そういう社会になったらいいなって思います。そういうわけです。で最後に恐縮ですが、稽古場で皆さんで公演のアピールをしていただきましたので、もう一回動画お願いいたします。こんにちは。舞台手話通訳付き公演のお知らせです。来月12月13日から17日まで東京中野ザポケットにてメメントシー、私の心にそっと触れてが上演されます。公演期間中の鑑賞サポートとして、全日程に字幕タブレット席、そして12月16日土曜日18時には舞台手話通訳がつきます。舞台手話通訳はターネット舞台手話通訳チームのメンバーの高田美香さんと田中由香さんが2人で担当します。物語はアルツハイマー病で記憶を失っていく医師と消えていく記憶に翻弄される家族を描いた作品です。皆様の
ご来場をお待ちしてます。お待ちしてます。それではちょっと1時間超えてしまったんですけれども、長い時間でしたけれども、スラウトさん、日置さん、ありがとうございました。はい、こちらこそありがとうございました。演劇に何ができるのか、このシリーズは続いていきますので、ぜひお楽しみにお待ちください。それでは失礼します。さようなら。